久保さん。あの、プロに頼、頼めとかにしときましょうか。プロに頼めと。うん。なんかねあのレ、あの、チャリのね、レビュー動画を撮ってたんですよ。開封動画をね。そしたら、なんかね、あの、まず、ペダルがない。ペダルがないことに気づいて。あ、ペダルねえぞと。こペダルなかったら焦げねえじゃんみたいな。 で、あと、あの前輪がね、取れた状態だったんですよ。前輪どうつけるみたいな。で、まあ自分で組み立てもクソ、もう全、ペダルねえしな、そもそも、みたいな。こうもうそこは僕、諦めまして。自分で組み立てるの諦めて。もうすぐね、あのチャリ探してね、チャリ屋探して、電話して、すいません、持ち込みで、組み立て、ネットで買ったんですけど、持ち込みで組み立てとかやってもらえますみたいな。大丈夫でしょうみたいな。 あじゃあ今から持ってきますっつってね。持ってったんですよ。で、ものの30分ぐらいで、あの、組み立ててもらって、なんかあの、できたら電話しますっつってね。なんか30分後ぐらいに来たら早いなみたいな。<laughs> なんか車とチャリやっぱ違いますよね。<laughs> 30分でできるみたいな。<laughs> 早いなみたいな。なプロやっぱすごいっすね。うん。だからまあ、 なんだろうな。まあもちろんね、一人でできる人もいるとは思いますけども、まあ久保さんも、まあ、なんだあ、プロに習ったわけですよ。あのー、なんだあ、塾にも入ったし、いろんな教材も買ったし、最初はね。まあ今、久保さんが何か他の人から何かをね、その教材的な、まあ塾が入るとかはね、まあないとは思いますけども、初動ですよね。やっぱ全く初心者の状態って、やっぱわかんないんですよ。 いや僕も、そのね、まあ、久保さんが動画で言ってくれてましたけども、多分、ま、チャリンコに詳しい人っていっぱいいるんですよ。そりゃね。で、多分、ま、僕の動画見たら、まあ、ね、ペダルがないのは当たり前だよ、みたいな。だからその動画でも言ってたんだけども、30万払ってペダルがないってどういうことだみたいな。これは常識なのかみたいな。これは、ま、こういう、まあ、上級グレードになると、まあ、それが常識なのかなみたいな。まあ、ママチャリでペダルないとかないじゃないですか。 そそもそも <laughs> ただ、その上級グレードになると、まあ、それが、ペダルがないっていうのが常識で、自分で、あの自分の好きなペダルをね、もしくは、まあ、あのいつも愛用してたペダルをそこにつけられるようにってところで、なのかなっていう、まあとあとね、僕、ホームページ、あのその買ったところのページ見たら、ペダルなかったんですよ。 いやなペダルがあるって、だからこれも、ペダルチ,ャチャリンコを買ったらペダルがついてるという常識の中で,であったんで、まあ、その写真で確かにペダルなかったんだけど、全然気づかなかったですね、全然 <laughs>。全然気づかなくて、でよくよくその見たら、あペダルこれついてないな、みたいな、まあ、ネットで買ったんで、写真見ましたけど、 で、まあ、チャリア行って、僕、あの、ペダル、ペダルが何個か置いてあって、ペダル4000円したんですよ。ペダル4000円すんのみたいな。まあ、一万円、だから2000円のペダルと4000円のペダルと1万円ぐらいのペダルとか、まあ、何個かあったんですよ。ペダルで1万もすんなかみたいなね。まあ、僕はちょっと、中間取って4000円の買ったんですけど。うん。ペダル、ペダルに金払うっていう常識あります まあその、まあ自転車に詳しい人はね、まあロードバイクとかそういうもう本当に自転車やってる人はまあ当たり前にそのやってると思うんですけど、まあママチャリ買う普通の人の常識の中でペダルを買うという常識ないし、ね、<laughs> ついてるじゃないですか。ちゃね、チャリにセットで。うん。そう、あとね、そう、これ今日スタンド買うんですけど、スタンドもないんですよ。ク <laughs> 保さん <laughs>。そう、スタンドがないから、 このチャリで運転した時にね、コンビニとか止める時に、スタンドなかったらどう止めるって話で、だスタンドまたちょっと別枠で買うんですけど、今日注文して調べて。びっくりしましたね。30万払って、何、ペダルもない、スタンドもない、なるほどな、みたいな。<laughs> これ新しい常識っすね。うん。やっぱね、まあ、行ってみないとわからない常識があるんだなっていうのはね。 まあ今回学びましたね。だ普通のその2万とかのチャリ買ったら多分まあペダルも付いてるし全部セットで来ると思うんですけどやっぱ逆にその行き切ってるとなんかそういう感じなのかなっていう。うんそう。ちょっとビッグ、ペダルがないのとまあスタンド、まあスタンドがないのは分かってたかうーん でも、わかってたかもしれないけども、そのスタンドがないっていうの、チャリを乗って、めっちゃ不便や、みたいな。今までの常識はスタンドがまあ普通についてるじゃないですか。だけど、こうスタンドがないチャリを乗ってみてわかったことが、めちゃくちゃ不便。置けだって、置けないので、どっかに寄りかかるしかないんですよ。 めちゃくちゃふ、まあ、あの、すぐ僕、自転車屋さんで、その、整備してもらって、すぐの、市場運転して、もう市場運転した動画も撮ってたんですけど、どうするみたいな。これ、だから、こう、壁にこう、かけるしかなくて。うん。ただし、全然その、まあ、そのむ、昔乗ったチャリの記憶なんでね、高校生ぐらいに乗ったチャリの記憶しかないので、あれなんですけど、めちゃくちゃいいっすね。早い。 なんかそのギアのレベルが違うし、あとブレーキが、まあ、今回そのディスクブレーキで、あのーまあ、普通のチャリってそのタイヤに挟んでこう,こうじゃないですか。タイヤがあってそこにこのブレーキのこの2つあってこうやるやつじゃないですか。で僕はディ,ディスクブレーキなんですよね。今回のやつ。もうめちゃくちゃ感度いいんですよ。めちゃくちゃブレーキの感度がいい。ふ普通のチャリンコってこう挟むからシューみたいな。 ビューみたいな感じだと思うんですよね。だけど、ディスクブレーキは、キュッて、キュッて、キュッてなんですよ。すげえ止まりますね。すごいな、みたいな。うん。あとね、すげえ軽いですね。うん。まあ、あと折りたたみもできるんで、まあ、10キロぐらいなんですけど、軽いし、うん。あ、チャリ タイヤ、ホイールもね、めちゃめちゃ軽いんですよ。めちゃくちゃ軽いから、やっぱね、すげえ走りますね。で、ギアが11段か10段くらいついてるんですけど、あの、超いいっすね。うん、ただ、タイヤが細いので、あの砂利とかがあるときついっすね。ただ、砂利がない、その、綺麗なアスファルトだと、超スピード出ますね。うん 車体も軽いし。だからね、もう、すげえ楽しいっすね。チャリが。なんか、全然異次元、異次元の、なんだろうな、感覚っすね。チャリってこんな、ええー、みたいな。うん。こんなか、こう、すごいな、みたいな。うん。まあ、いろいろ問題はあったんですけど、まあ、30万のチャリ買ってよかったな、とは。 あの昨日思いましたね。まあ、トータあのまあ、動画のネタでも使えるんで。まあ、実際僕はまあ買った理由としては、まあ、僕もその今までチャリンコの情報っていうのは調べたことなかったんで、YouTube とかめちゃめちゃ見たんですよ。そしたら、あのやっぱある一定のアクセスはね、チャリンコのレビュー動画とかもある一定のアクセス稼いでて、しかも,もやっぱニッチの部分もあるので、まあ、これいけるなっていう。うんでしかも まあ、チャリも深めればやっぱピンからキリというか、うん、すげえ高いチャリもあるんですよねもっともっと、まあ、今,今回僕30万ですけどもっと本当ロードバイクとか行くともっと高いチャリあるわけですようんだからまあチャリンコのね久保さんが言ってた通り僕のチャリンコの動画経由でまた来るっていう新しいその路線ですよねできたかなっていう、まあ、これ結構僕本当に レビュー動画いいっっぱい撮ってくるんで、で、うん、多分、まあ、100本ぐらいはまあ撮るだろうし。うん、R34 もね、売ります動画が、ちょっとまあ再生伸びてるので、まあ、R34 動画からまた、あ,まあ、あの動画からチャンネル登録もあるんですよ、久保さん。だからまあ、新しい経路。手放すけども新規獲得みたいだね。<laughs> 手放すけど新規獲得っていう。 で、手に入れてもまた新規獲得、獲得みたいなね。そう。車手放しても新規獲得。チャリンコ買ってもまた新規獲得。<laughs> 新規のね、あの、アクセス経路ですね。うん。ただ、このチャリンコの30万のこのモデルに関しては、やっぱ、ほとんど、あの、ライバルいないので、でも、欲しいなと思ってる人は絶対いるんで、世の中にも。うん。この8、これ X11、あ、久保さんそうだ。 久保さんね、誕生日 11? 明日じゃないですか。これ僕、あの、あのモデル11ですよ。<laughs> 何ですかね、これね。<laughs> X11 っていうモデルなんですけど。で、8っていうモデルがあって、それは10万円ぐらいで、それ結構売れてるんですよ。で、それの動画で結構その、多分一人ベンチマークしたんですけども、あの、その8シリーズの,あのチャリーを、あの、 っ、ね、8,000回とか9,000回回してで結構とあの多分ねその人もあこれ結構回るなっつって多分かぶせて結構動画撮ってたんですよそうあまあまあなんだこのシリーズでの動画はあんまないからまあ結構狙えるんじゃないかなと思いますけどねうん まああの最初はやっぱ常識がないので、まあ、プロの常識から学んだ方があ、プロの常識から学べがいいんじゃないですかね、タイトル。プロの常識から学べと。あなたの常識では、うーんあなたの常識以上稼ぐことは多分難しいと思いますよ。可能ですかあなたの常識であなた以上の,うんあの収入を得ることはできますかう 多分難しいと思いますね。例えば、マージャン店をやってるね、もうずっとこれ使いますけど、マージャン店をやってたおっさんの常識の中では、まあパソコン1台で自由に暮らすっていう常識はなかったと思いますね。そう。今日お客さん何人入ったかなとかね、そういう常識じゃないですか。ね、お客さん帰らないなとかね、お客さん、なんだ、あのー、なんだ、まあそう,そういう感じじゃないですか。切り盛り、お店をどう切り盛りするかっていう常識ですから。 うん、だからプロの常識から学ぶっていうのは大事なことですしただまあ自分なりのその中でなんだ自分なりの色というか自分なりの常識を作っていくんだろうイメージとしてはプロの常識を学んで吸収した上で自分の新しい常識を作っていくってことですね。なぜなぜらば プロの常識っていうのは、あくまでもその人の常識で、その人の成功モデルなので、自分とは違うわけですよ。わかりますまあ、だから成功本とかもそうですけど、よくね、久保さんだからできたんでしょ吉谷さんだからできたんでしょその通りなんですよ。ただし、そこから学ぶべきことは絶対必要なんですよ。わかりますじゃあ、あの人は、うん、できたから、俺にはできないではなく、その学ぼうっていう姿勢ですよね。それは大事なんですよ。 だけど、それが答えではないですね。学んで自分なりに解釈していろいろやってみて、新しい自分の常識をこう作っていくっていう、この作業が必要なんですね。だから自分なり、自分だけの常識、そして自分だけの成功っていうのを作っていく。で、その原動力になるためには、それを作っていくためには、プロの常識を学ばなければ、それを発動させることは非常に難しいと。うん。自分の常識、今の常識の中で、 うんそれを作り上げていくっていうのは非常に難しいですね。うん、だって知らないじゃないですか、そもそも。マージャンしか知らないんで。マージャンしか知らないのにどうやってネットで稼ぐことを知り得るって話じゃないですか。マージャンしか知らない常識の中でね、どっからネット出てくるみたいな。無理ですよね。<laughs> そう。だから学んで実践して自分で作っていくって感じですかね。う だ僕もいろんな本を読んできましたけども、んそこに依存しない。あのいいものは取り入れて、そして依存せずうーん、他者依存せず、成功してる人に依存せず、オリジナルの自分の道っていうのを作っていく。ただ、エッセンスは学んでいく。うーんそ,うまあ、それが本当に大事だと思いますけど、ね、このこれがまあ本当に うーん自分が成功する上でのもうめちゃめちゃコアなあやるべきことですねエッセンスを吸収してそしてオリジナルを作っていく自分のうーんそうな感じですかねはいいってらっしゃい